おはようございます。はい、今日のセカンドチャンネルの動画はポケモン一番くじ。ポケモン一番くじ、今回絶対レパートリー的に超人気なので、早起きして回転と同時に回すために、朝早くからもう今8時半とかです。スタヤの静岡西脇店にお邪魔しております。ありがとうございます。マジでやばいですね今回。これは本当に暑いです。あのね、ハロウィンが近いということで、ちょっとゴーストタイプポケモンに結構ゲームとかポケモンのグッズとかもフィーチャーされたりスポットが当たりやすいということで、今回ですね、一番くじポケモンタイプゴーストというゴーストタイプの一番くじになっています。ゴーストタイプなんか人気じゃないですか。ミミッキとかゲンガーしてるね。そうなんですよ。で、各いうカメラマンの洋平くんも確かゲンガー一番好きだった気がするんですよ。そうですね、 LINE のアイコンゲンガーですからね。あ、そうじゃないですか。はい、ちょっとゲンガーとかミミッキとかマジ人気なので、そういうゴーストタイプがこうガーッとまとめて一番くじの商品になってるという一番くじになってます。発売日2024年9月の14日の土曜日からやってます。1回680円。ちょっと軽く見ていきましょうか。商品1等がこちら、 A 賞ゲンガーのぬいぐるみ。これ絶対でかいですね。 A 賞、いや先生、当てたらあげますよ。え、マジっすか。はい、ゲンガーのことどう思ってるか知ってます。ゲンガーのことどう思ってるか、はい、妖怪でもあんまイメージなくないですか、ゲンガー。あー、うん、ゲンガーいいなって言ってるとかあんま見たことなくないですか。まあ確かにそうですね。結構ニュートラルなんですよ。はい、大人気なのは知ってるんですけど、俺の中では結構普通のポケモンと同じ扱いなので、当たったら先生俺プレゼントします。うマジっすか。やりますよ俺マジでサイズが約25センチ、バカでかいゲンガの、多分これ手触りとかふわふわしてるタイプですね。うん、めっちゃ気持ちよさそうなゲンガのぬいぐるみが A 賞と、で B 賞がミミッキュのライト。これも熱いっす。やばいっすね。ラストワンじゃねえんだっていうレベルです。ですよね。はい、最近うちにネマシュのライトがあるんで横に置いて並べたい。かわいい。え、俺こっち狙いたいな。ミミッキュはちょっと個人的には好きなので。あ、そうなんですね。これはちょっと普通に欲しくなってます。で、C 賞がぬいぐるみマスコット、ミミッキュ人もしドラメシア。ドラメシア欲しいです。最近ポケモン GO も実装されてドラメシアはすごく好きですし、なんとはじめ社長の要件のうちにもドラメシアのぬいぐるみ4個ぐらい置いてあります。で、 D 賞がチェンジマグカップ2種類、ゲンガーとミミッキュ。お湯を入れると絵柄が変わるやつ。おー、ゴーストっぽい。さりげなくて可愛い。真っ黒デザインなんですよ、マグカップが。ちょっとね、大人でも使いやすいというか、シックな感じなマグカップになっています。続いて E 賞がプレート。はいはいはい。ゴーストタイプ5種類のお皿ですね。角度によって光り方が変わる仕掛けがあるらしいです。続いて F 賞が、ふっくりラバーマグネット。あ、冷蔵庫につけたい。冷蔵庫につけたい。この5匹が結構フィーチャーされてるんですかね、今回。F 賞が、ぷっくらラバーマグネットが6種類。はいはい。いいね、かわいい。不安定とかハードついててめちゃくちゃカワですねこれ。続いて G 賞がクリアステッカー、ギミッククリアファイルセット、紙を入れると見た目が変化すると書いてあります。素敵。 H 賞がハンドタオル全6種類。そしてラストワン賞がミミッキュのぬいぐるみ約25センチ、バカでかい。はい、こういう感じのラインナップになっておりますが、なんかツタヤさんって購入制限あるんですよね。1人5回で、空いてれば並び直しがもう1回できるので、まあ、計10回1回ですかね。1回最大5回引けるのを、まあ、2周していきたいなと思います。この後時間あったら他のお店も行けたらちょっと行きたいなと思います。とりあえず10回、まあ少な人並んでたら5回になりますけども、10回回していこうと思います。並びます。水溜り一番くじ専用レジ。開店前から並んでたんですけども、前にお客さんがいらっしゃいました。結果見てからねします。これいきなり、あのお客様が A と2個とか当てたらちょっと他店舗に行きます。いや、やっぱでもこのくじは並ぶ人やっぱいらっしゃいますね。さすがに欲しい。え、前の人が爆裂的に当たってる気がする。爆当たりしてますよ前の人。いいなぁ。すごすぎる。え、B 賞ですか。あ、A が欲しかったんですね。いや、でもすごいです。そんな、さあ買ってきます。5回お願いします。はい、引きます。はい、こういうのはね、先生これ分かったんですよ。一番上とかでいいんですこれ多分。はい、これでいきます。はい、雑すぎるかな。いいですね。大丈夫です、これで行かせてください。というわけで、はい、ここ買ったので開けていきます。はい、1枚目いきますね。はい、ドキ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 開けます。あ、まあまあ G 賞2枚目いきます。はい、
やばい、心臓止まりそう。3枚目。ちょっと待って、やばいやばい。あかん、このペースでトップ取っていくのやばい。はい。これ、物欲センサーがなかった。社長、約束では僕もらえるって聞きましたけども。すみません、先生、おめでとうございます。申し訳なくなってきた。行きましょう、行きましょう。はい、すごっ。じゃあ、いいでしょ、デートがこちらからお願いします。はい、先生、俺ちょっとミミック好きなんで、ミミックにします。はい、おめでとうございます。2枚お取りいただいてください。2枚、はい。おお、さすがに原価が多いですね。1枚と、あ、めっちゃ可愛い。うわ、さりげないこういうのも素敵。ハンドタオル、これにします。おめでとうございます。続けて G 賞ですね。はい、3がこちらから、お選び。あ、かわいい。ステッカーもついてるんだ。ちょっとこれでもいいですか。もちろんです。これにさせてください。これで、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、テーサーです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、すげー。先生、もう5回言っといていいですか。はい、いきます。最初言った通り、ゲンガっていうよりドラミッシャとかミミッキュー欲しいんで、もう5回だけ弾いてもいいですか。行きましょう。行きましょう。ありがとうございます。2回目行きます。はい、まあ、この弦で言って言うと、普通ここにあるじゃないですか。はい、顧客に一番下から行きます、今回は。はい、上か下かみたいな中間が一番何もない。あ、もうこの5枚で行かせていただきます。多分並んでた、僕の前に並んでた方が2回引いて10回引いてミミッキュー B 賞2個当てたってことですよね。幸運すぎる。前の人ゲンガ欲しいって言ってたんで、これなんじゃ俺が当てればゲンガと交換があると。あー、ポケモン交換あります。いきますね。1枚目、まあプレート。はい、2個目。待って、3個目。ラストいきます。来い、帰宅。はい、というわけで、2店舗目に来ました。まあ、2店舗目って言ってもね、先生もう A 賞当たってますからですね。はい、気の持ちの的にはかなり楽なんですけども、まあ B 賞のミミッキュが出てないので、まあちょっとそこ狙えたらいいかなと思いまして、続きましてはこちら、駿河屋さんにお邪魔しております。はい、カード買うときとかよくこちらでお世話になってるんですけども、ここも一番くじ対象なので、ここでちょっと10回ぐらいかな、10回回していきたいと思います。ただなんかめっちゃ開店前からめっちゃ人並んでて、ちょっとでしたね、そわそわしますね。いきましょうか。さあ、運命の2回目です。よし、いきます。もうさっきの原理で言うと間違いなくこの上でいけるんで、俺はもう上で攻めますよ。もうその区切りってのはまた A 賞出ちゃうんだよな。それで6。はい、あと4つでしょう。1、2、3。はい、全部豆からトップから取りました。いきます。ビビビビビ、はい、まあまあまあ、いきますよ、いきますよ、まあまあ、ギンギン、いきます、いきます。あ、ちょっと待って。はい、まあまあ、ちょはい、はい、あと4つです。あ、本当に思ってる早くて、どうしよう、いきます。はい、ちょっと待って、ラスト2個です。はい、いきます。帰宅。はい、というわけで帰宅しました。お疲れ様でした。まあ、2店舗回って1店舗で10口ずつ買って20口買った結果こちらでございます。はい、まあまあまあ、ギリ耐え、全然じゃないですか。そうですね、ちょっと A 賞当たってるんで、うん、すごいですよ。 そこで心的にはあれなんですけど、ミミッキュ欲しかった。あのミミッキュライト人気っすね。ですね、なんか今日 X のトレンドにも載ってたんで、ちょっとそっち欲しかったけども、まあ初回の5回で A 賞が出たのでよしとしましょう。個人的には最初も話したんですけども、僕ゲンガよりミミッキュは結構愛着があるので、
ミミッキュライトとか欲しかったっすね、 B 賞の。俺の前の人2個当ててましたよ、あれすごかったっすね、本当に。ちょっと B 賞欲しかったなと思いつつも、ちょっと人気のくじだったので、まあ引けても20口ぐらいかなということで、早速当たったの開けていきましょう。はい、もういきなりドカンっていっちゃっていいですか。まあ目玉ですね今回の。はい、ちょっと開けますね。でかっ、マジででかい、ゲーセンのサイズではない。もう開け、並みすごいな、すごいモフモフです。もうやべ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 、後ろまでマジでしっかり表現されてる。うわこれすごいな、やっぱ触り心地が。このタイプのぬいぐるみマジで気持ちいいんで、ちょっとこれは A 賞ですね。あんたがゴーストタイプのドンだ。先生これプレゼントします。いや本当にいいですか。え、マジで大丈夫です、これマジで。はい、逆に先生ピチュー出たら今度ください。あ、もちろんです、もちろん。うわすげえ、ありがとうございます。いやマジで可愛いそれで。残りのどんどん見ていきましょうか。はい、まあ、ハンドタオルとか見たまんまか。うん、あ、ちっちゃくて可愛い。ヨネ君ハンカチとか持ち歩くタイプですか。いやー最近持ち歩いてないな。俺人生で一度もないんですよ。小学校の時ハンカチティッシュ持ってなきゃいけないみたいなありましたね。ちょっとありませんでした、はい、ありました、ありました、マナーみたいな。俺一回持ったことなかったっす。なんかチェックされましたもん。でそうなんですよ、別にええやんって。あと本当にマジレスしていいですか、ハンカチに手とか洗ったり拭いたりするじゃないですか、はい、それ再利用するのちょっと不衛生じゃないですか一日何回もね。そう、汗とか拭いたり。それはその通りかもしれん。そうだったら使い捨てのティッシュでいいんじゃないかって一個人として思いますよね。でも科学的にはその説ですよ多分。多分だってうがいとかもだってあれよく言いませんでした、もう口の中入っとるやんその時点で確かに気持ちの問題みたいな、うん、まあけどこうなんかね、女性とかいるときにパッと出せたらかっこいいんですよね。あの使ってないやつ、むしろそのためまである。1枚くらい持っとくか今後のために。あ、全然見つけなかったはい、こんなデザインになってます。うん、いや可愛いですけどね。可愛い、なんかこれくらいなんだろう、バーンってポケモンの色がっつり入ってるより、これぐらいちょっと落ち着いた色の方が使いやすそうですね。ですね、おお。可愛い。あ、これとか結構バーン、はい、こんな感じのハンカチでした。はい、クリアステッカーとクリアファイル見ていきましょう。はい、開けます。はい、結構いろいろありましたね。でもうん、あれゲームあったっけ、何でしたっけ。あったら俺でも選んでる気がするけどな。前にいたお客さんが多分ゲンが好きだったから、うん、あ、かわいい。 G 賞当たって持ってってる説ある。え、かわいくないですかこれ。うん、かわいいっす、これマジイラストで、ステッカーも入ってますと。あ、いろいろ出てきたかわいらしい、かわいい。バケッチャとヒトモスとミミッキュです。あ、シンプル、かわいい。ステッカーは同じ種じゃない。そうなんですよ、ちょっと微妙に違う。何ですか。ミミッキュですらほらちょっと形が違う。ほんとだ、ジュベッタとボクレイ。マグカップ開けていきます。はい、くっそー、1個か2個あったらな。うわ、かわいい、えぐー。温度で変わるってことは多分これ手とかできないかな、こう温めたら。なんか浮き上がるんでしたっけ、なんか色が多分無理でした。で多分あったかいの入れると色が変わるみたいな。さあ続いてはプレート。多分ミミッキュ好きだからミミッキュをやっぱ選びがちになっちゃうな。いきます。はい、いってて、おお、おお、なんか森塩とかしやすそうゴーストタイプなんでね、効果抜群ですね。はい、あと2つは同じやつなんでこういう感じです。おお、なんていうんですか、あの食卓に並ぶちっちゃい野菜のやつ、小鉢、ん、小鉢的な、はい、お通しぐらいの。あ、ではラスト F 賞のふっくらラバーマグネット開けていきます。これ6種類の中のいずれか1つが入っています。ランダムです、いきますね。はい、うわ、かわいい、めっちゃかわいい。不安定、ハートついてんのやばい。これマグネットですもんね。ですね、かわいい、ちょっと全種類欲しい。はい、できればコンプしたいですよね。めっちゃ可愛くないですかこれ。マジで可愛い。いや先生、これコンプ狙います、いきます。はい、終わりました。え、ドラ飯合わせ見てほしいな、いきます。はい、
あー、かわいい。一文字も結構人気な気がする。口かわいいんですよね。うん、かわいらしい。さあ、ラスト2個です。はい、開けますね。やば、待って、陽平くんが好きなゲンガーと俺が好きなドラメシアだけ出てない。いや、まだ出てないのもいるのか。あ、シャンデラも出てないか。一文字の進化のシャンデラも出てないです。ラストいきます。はい。はい。おー。ドラメシア。やばい、ドラメシア関連1個も出てない。ちょっと悔しいまでありますが、まあ、いいでしょう。これが、ラバーマグネットです。はい。はい、という感じの1番くじでした。いや、よかったなぁ。うん、けど波ミッキー欲しかった、ライトのやつ。あれいいっすね。今までにない多分商品だったんで、うん、すごい話題性があるというか、めっちゃ可愛い。普通に家にあるネマシの隣に置いておきたかったけど、人気だからもう買いに行ってもない気がする。結構いましたよね、人いましたね。ちょっとレジ離れた隙になくなってた、そのミミッキーライト。人気の一番くじは本当にもう回転と同時に行くのが鉄則ですので、皆さんも、はい、欲しい一番くじあったらぜひもうすぐ買いに行ってください。とりあえずでもゲンガーを当てて400にあげれたのはマジ良かったです。いやこれも、本当にマジです。あ、その代わりいいの出たら今度ください。そういう話でいきましょう。ありがとうございます。この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。